今回は日本と地球の裏側に位置するブラジルからの話題です。ブラジルには世界最大と言われている貧富の格差が存在しています。極度に進んだ所得の寡占化で国民の 60% の人々が国民平均所得の2分の1にも満たない貧困層に属しており、毎月最低賃金の半分以下で生活している極度の貧困者数は国民の 32.1% に相当する5400万人にも上ります。この所得格差の原因の一つにはブラジル国内の地域格差が挙げられます。南東部などの豊かな地域が先進国並みに発展している一方、未開発の北部や中西部、頻繁に干ばつに襲われる北東部などの生活水準は最貧国と同程度にとどまっています。またこの貧富の格差はブラジルにおいて様々な社会問題の原因となっており、十分な衣食や教育機会が与えられない極度の貧困状態にある15歳以下の子どもたちは2250万人に上ると言われます。経済危機のブラジルが教育費を真っ先に削ったことで、雨水の垂れる校舎や壊れたトイレなど公立の学校は設備を直せるだけのお金がありません。経済力のある家庭は子供を私立学校へ送り、いい教育を受けさせ、いい職に就くことができますが、経済力のない家庭の子供はいい教育を受けられず、職にも就けないという不平等の悪循環が出来上がっています。現在少しずつ改善されているようですが、学校に行きたいのに行けないという子供がいなくなるように祈るばかりです。日本のメディアではブラジルのトランプ氏と呼ばれ、その発言がしばしば議論を呼んでいるボルソナーロ大統領。自国第一主義を掲げ、ブラジル国内で高い人気を誇っていますが、日本が関連する一連の言動が現在ブラジルで議論を呼んでいます。大統領はまず今月2日、ブラジルの著名なジャーナリストであるアレシャンドレ・ガルシア氏の講演動画を自身のツイッターでシェア。そのこと自体はもちろん問題がないわけですが、そこにはブラジルが日本と国民を入れ替えたとしたら10年以内に世界の大国になるとのガルシア氏の発言があり、また大統領はガルシア氏の考えに賛同の意を示すように、これは2分でブラジルを変える方法だ、数回見て多くの共有をするべきと動画を紹介していました。自国民を軽蔑するようなツイートは国内で議論を呼んだのですが、ガルシア氏の講演をシェアした理由を先日マスコミに問われた大統領は、日本人は優秀な民族、我々つまり他の国民は相対的に劣っていると発言。その上で、これは事実なんだ、私は日本に3度訪問しているのだからとし、謝罪や訂正などは今のところ行わず持論を貫いています。愛国者として認識されていた大統領の一連の言動に対して、ブラジルの人々からは様々な意見が寄せられています。一部をご紹介しますのでご覧ください。日本が成功した国になった理由は教育、大統領はまずそこをどうにかしてくれ。もしもブラジルに暮らしているのが日本人だったとしたら、大統領、あなたはきっと選ばれないよ。あえて刺激的なことを言っているわけじゃないぞ、単に事実を言っただけだ。みんな善人ぶるのはやめようぜ。何もおかしなことは言ってないさ、日本の文化や社会を見てみろよ、明らかに優秀じゃないか。日本を模範にしたいということなら、俺は大統領たちの考えを支持する。実際にブラジル人の国民性を変えるよりも現実的なことだよ。日本人は勤勉で礼儀正しく不正を嫌う。何か問題が起きれば不満ではなく改善策を口にする。対するブラジル人はってなっても、まあしようがないな。ブラジルの失敗は国民だって言いたいんだろ。大統領がそんな考えを持った人の講演をシェアしていいの？言ってることは間違ってないんだよな。自然や人に対する敬意とか清潔さとか、日本人はブラジル人に欠けてるものをたくさん持ってるし、たくさんのことを学べる国であることは間違いないさ。俺も似たようなことを考えてた。日本の政治家がこっちに来ればってね。そうすればあっという間に先進国&大国になれるさ。
日本人が優秀な民族だってことには同意するよ。そして彼らならボルソナーロ大統領は選ばなかっただろう。大統領は自分を愛国者だって言うけど、実際にはアメリカと日本が大好きな人間だから。日本人が来る必要はないさ。すでに日本は十分な支援をブラジルにしてくれてるんだから。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。